こんにちは、リンです。今日はマシュマロにいただいたネタの消化。こちら、マシによる月墜にて、その落下中に睡眠を入れたらどうなる？ってことで、まあ解説することもないのでさっさとやっていきましょうか。睡眠2発入れた後にマシを入れ、追加で睡眠1発という流れですね。それでやっていきます。それではやっていきましょうか。まずマシ、そして睡眠。おや、麻痺が優先されましたね。そして BGM が消失しています。発覚が切れているため睡眠も入ってはいるものの麻痺が優先されるといった感じでしょうか。それでは逆パターンも試していきましょう。先に睡眠からの麻痺ですね。なんと、これも麻痺が優先されながらも発覚が切れました。つまり、麻痺と睡眠を撃墜にて両方入れた際は睡眠が麻痺により上書きされるという結果になります。睡眠は実質的に無意味ですが、ちゃんと状態異常にはなっているようで、次の睡眠は耐性が上昇していました。そしてこれはリオレイヤーに限らず、他のモンスターにおいても同様でした。結論、睡眠と麻痺が撃墜により同時に入った場合、発覚が切れるとともに麻痺状態になる。以上で動画おしまい。ご視聴ありがとうございました。